現代のニューリンの港の風景ニューリン派は1880年代から20世紀の初めの時期にイングランドのコーンウォールのペンザンスに近い巨村ニューリンに集まった画家たちを指す言葉である。19世紀半ばに起きたフランスのバルビゾン村に集まり自然主義的な風景画や農民画を写実的に描いたバルビゾン派の影響を受けて成立した。1882年に ウォルター・ラングレーが入林に移ったのが始まりで、友人のエドウィン・ハリスが続き、1883年には、ラルフ・トッド、フレデリック・ホール、フランク・ブラムリー、トーマス・クーパー・ゴッチが加わり、1884年に、スタン・ホープ・ホーブスが入林に住み始めた。すぐに、ホーブスがリーダー格となったため、ホーブスが後に入林派の創立者とみなされた。 1884年にはテイラー、ヘンリー・スコット・タク、ミラードラも加わり、1884年9月の地元の新聞、ザ・コーニッシュマンは27人の画家が入林に住んでいると報じ、1885年にはクラフトやエリザベス・アームストロング、1886年にはノーマン・ガースティンといった影響力を示した画家が加わった。1887年に ゴッチたちがリンアートギャラリーを設立し、画家たちの作品を展示するようになり、このギャラリーにはその後も多くの絵を所有するようになった。ゴッチは工芸教室を設立し、地元の若者にいろいろな工芸技術を教えた。リンには美しい景色や安い生活費やモデルを雇うのが容易であるなどの利点があった。画家たちは 両師の日常生活などを題材に描いた。1880年代から1900年までの間、有名な場所となり、約120人の画家がコーンウォールを訪れた。何人かの画家が入林を去った後、ホーブス夫妻は1899年に美術学校を設立し、新たに若い芸術家たちを入林に迎えた。この学校で学んだ学生には、 アーネスト・プロクターやドット・プロクターらがいる。新しい世代の画家にはバーチ夫妻もいた。バーチ夫妻は近くのラモーナに住み、ガーディナー、ヒース、ナイト夫妻たちとラモーナグループを作った。ありがとうございます。